私がみんなにできるアドバイスは自分の情熱がどこにあるのかをしっかり探ること。自分の好きな理由をなぜなぜなぜを繰り返して深掘っていって見つけることがすごい重要だと思う。どういう人になりたいか、あとはどういう人になりたくないか、それをしっかり自分の中で見つけていくのがとても重要。選ぶ仕事は手段であってその先にどうなりたいかっていうのが 一番重要だから。だから、このキャリアガールズという存在はとても素晴らしいと思う。一つのサイトの中にたくさんのロールモデルがいて、その人たちが何を伝えたいのかしっかり読み取って、それを共感できる人を探して、で、自分もそれを叶えるために努力する。これがとってもいい方法だと思う。